接種ミスがあったのは、津市内の医療機関で、今日誤って濃度の高い新型コロナワクチンを65歳以上の高齢者4人に接種したということです。ファイザー製のワクチンは、1瓶につき1.8ミリリットルの生理食塩水を入れて薄める必要がありますが、1.3ミリリットルしか入れていませんでした。この医療機関では、普段使っているシリンジとは異なる国から配布されたシリンジを使ったため、 メモリを間違えてしまったということです医療機関は4人に連絡し今のところ健康被害は確認されていません津市は医療機関と連絡を取り合い健康観察を続けるとしています